今週の電波の神々は大人生振り返り後編。ふぅなんか普通に観光を楽しんじゃってるこれはカツ丼なんですけど、お魚のフライなんですよ。1日目2日目ライブもあって、ちょっとずつこうやって上がってって、でちょくちょく初めて乗った時にカフェかな。メンバーの水着姿をさ、生で見る機会ってないから確かに、ね、新鮮だった。それ誰が撮ったの？これリサなんです。立ち方めっちゃ面白い。ちゃんとしてる。ひなちゃんの水着姿が大変なことに。大変なことに。さあどうなるか見てからのお楽しみでございます。ということで、ぜひ見てねー。